こんにちは、FX を通じてテクニカルというものをね皆さんに、えー、もう攻略していただきたいかなと思うのとやっぱ FX の目標っていうのは金を稼ぐこと自分の欲しいものを買うこと自分の思い通りの人生を過ごすためにお金が必要だからそのお金を生み出すために FX を手段として利用しましょうってうことに徹底的にねこだわって、えー、お話ししております、えー、実はですね 昨日もそうなんですけども、たびたびですね、毎日のように FX オリガルヒに対して受講生さんからのメッセージをいただいております。受講生さんは14名でございまして、えそしてですね、まあ16名のお申し込みがあったんですけども、2名の方はちょっとね、折り合いがつかないということで、14名になりまして、今1ヶ月ほど進めてますけども、まあこの14名しかいないと言っても、 いいのかもしれませんけども14名の方から毎日のようにね56件のメッセージが毎日ですよ毎日来るわけなんですよそこには詳細に綴られた感想とか自分の力がいかについているのかってことを実感するというふうなね非常に嬉しいメッセージもあればやっぱり時間をかけてコツコツやらないと理解できないところがありますんで久保さんこれからも毎日放送お願いしますということでね、えー、お願いされちゃったりするわけですけどもそうなんですよあのね 理解度にはみんなばらつきがありますからそれこそね週に1回しかできない人もいるんですよ毎日できる人もいますでも少なくともどちらの人にも対応できるように1週間のまとめっていうものを作って1週間に1度でも1時間2時間は FX のことを考えてくださいよっていうふうなアプローチとあとはね1日の中にも何回も動画を更新してますからですんで1日1日しっかりと学びたい方は毎日じゃないにしても よし、今日は朝から FX やるぞって言ったら、コンテンツがどんどん更新されるでしょ。ですんで、学び続けることができるんですよね。えー、で、私の考え方としては、まずはね、講義で予習していただいて、で、実践で体験しながら自分の力を試していただいて、そして、Q、Q&A とか、まとめってものに対して、過ぎたことからいろんなことを考察してもらいたいと思います。で、昨日なんですけども、セカンダリートレンドっていうことでね、 月曜日火曜日をまとめさせてもらったんですけどもセカンダリートレンドっていうものでそういった形でチャートを見れば分かりやすいでしょ、ね。だからそういうふうに月曜日の時からセカンダリートレンドって話をしてどこでセカンダリートレンドのエントリーポイントがあるのかそのポイントはリスクが高いのか低いのかどんな人ならそこを行くべきなのかそういうことをお伝えしながらあ自分はじゃあ初心者だから。 自分は中級者だから自分は上級者だからがここのリスクを取っていこう自分は資金がないからこういうふうにエントリーしよう資金があるから多少のリスクはかけていこうっていうふうに攻め方もね具体的にお伝えしていると思いますまた私の得意な下3桁までのポイントを言いながらお伝えするっていうこともよく用いてますよねいやこうなるとねあの目先の勝ちにはこだわるなってずっと言ってますけども結局感想の中にはいくら勝ちました ありがとうございますみたいなね。例えばこの月間でもね、十数万を買ってる人っていうのは3名ぐらいから連絡いただいてるんですよ。月川でですよ。で、私は繰り返し言いますけども、この目先の10万買った負けたに別にこだわらなくていいんですよ。考え方が大事ですからね。だから今は0.01ロットなんだけども、でもね、でもこの考え方が学べたら、今度同じのが来た時には、もしかしたら次は気づけるかもしれない。 気づいたらエントリーポイント間違わないから勝つ確率は高いよねってことを積み上げていくことによってだんだん上級者の道を進んでいけるわけなんですよね。まあ、ですんで似たようなパターンっていうのはまた来ますんで今回自分はセカンダリートレンドってものが分からなくってエントリーは逃したけども次来た時は大丈夫でしょ次来た時は当然これはセカンダリートレンドを疑っていきましょう 買い足、し、時間軸をちょっとずらして30分、15分、5分の方を見ていきますよっていうふうにやったらどうですかあ、前もやったなって思い出すじゃないですか。ここが肝心なんですよ。だからね、よくわかりませんけども、まあ別の方がやるコンテンツもしくはコンサルがあるとして、質問があったら送ってくださいじゃないんですよ。こういうところに疑問を持った方がいいですよというふうに先に呼びかけて、だからこうでしょうっていうふうに結論を出していく、まとめをやっていくことで、あ、やっぱりなるほどねということなんですよ。 もちろん、絶対そうなるわけではないっていうのが投資の世界ですから、もしかしたらそうならないかもしれないけども、考え方はそういう時にも使えますよってことを伝え続けてます。これからも、この形で、FX オリガルフィはどんどんやっていきますんでね、えー、きっとですね、今稼げない方も、まあ、数ヶ月後見てみてください。稼げる、もしくは稼げるようになるに違いないというふうな確信深まると思います。現時点でもね、もうね、もうオリガルフィの抗議費用なんて、ただ同然だっていうふうに稼いでる方もいらっしゃいます。 もちろんその方は前提として私の昨年一昨年の講義を、まあ、購入してるてところもありますんでね基礎用語をまとめた FX の基礎講座っていうものとかねあとその後の中級編っていうものがありますけどもテクニカルを4つの手法にまとめたテクニカルの中級編っていうものを2つとも学んだ方っていうのは今回のオリガルフやバチッと上級編でかみ合ってるはずなんですよですんで基礎のまだね用語が身についてないとかテクニカルの 4つの手法がまだ身についてないって方は、まずそっちをやらなければ FX のリアルフィーっていうのは、なかなか時間かかっちゃうかなと思います。まあ、にしてもね、にしても大丈夫です。身につきますよ。肝心なのは、今日わからないから、これからもわからないって思わないことなんですよ。わからなければ、わかるまでやるだけ。できなければ、できるまでやるだけ。そうやって人生は開かれてきますから。じゃあ、あの、いろいろとね、くぞくぞと申し上げましたけれども、 FX オリガルヒこれからもよろしくお願いします今回のセカンダリトレンドよかったでしょ、うん、はいじゃあ以上ですありがとうございましたあそうだまあいいや次にしましょうかありがとうございました